すいません、私は栃木県庁の高齢対策課藤山と申します。はい、はい、どうもお世話になります。お世話になります。はいはい、昨日回答いただきまして、はい、2つお回答をと求められた件について、はい、回答させていただければと思いました。はい、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 まあ、大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。はい、はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。よろしいですか。はい、すいません、まあですね、問題とする県職員の発言についてっていうのはまず一点あったと思うんですけども、はい、はい、記録を改めて確認したんですけども、その文脈等からですね、発言が、遺産を侮辱することを目的とした発言ではなく、高齢対策課職員の対応は問題ないものと思われることから、当時の担当職員への確認とは行いません。じゃあ私が確認に出向きますよ。で、2点目、来ましたよね。木村運営本部長の発言をもとに何らかの対応をするのかという質問だったと思うんですが、さんがですね、脅しとくれる発言があったとしておりますが、聖徳会側は否定しております。その発言の事実がですね、事実については、あれ、ちょっと待ってください。聖徳側はありません。聖徳会側はって言いましたよね。聖徳会側、それは誰のこと言ってるんですか。はい、それは誰のこと、誰の発言のことを言ってるんですか。誰の発言。はい、なので今聖徳会側はって言いましたよね。聖徳会はって言いました。うん、じゃあそれは誰の発言のことを言ってるんですか。すいません、そこまでは、申し上げられません。なんだよそれ、話になんねえじゃん。そしたら話になんねえじゃん。なぜですか。認められてる部分と認められてない部分があるよな。なに、それ言わせんの、わざわざ。おい、めんどくせえことさせんなよ。分かってるよな。分かってるよな。何がですか。分かんねえのか。じゃあ聖徳会側っていうのは誰と誰の発言のこと言ってんのかな。最初に申しました通り、木村運営本部長の発言についてです。うん、あれ、あと問題発言した方いませんでしたっけ。問題発言、今さらいませんでしたって言うなよな。そのぐらいちゃんと確認してから回答してんだよな、今な。確認しております。うん、これだけ時間与えてあげたんだからさ。うん、で、本部長以外は、本部長は私はわざわざ、茂木警察署まで、訴えた人間だよね。あなた自身、あれ、栃木県高齢対策課としては、その発言、本部長に対しての発言に関しては、確認した？聖徳会は否定しております。じゃあ、あなたは確認したか聞いてんの、答える必要はないと思います。じゃあ答えらんねえじゃんかよ。確認してねえじゃん。確認してねえんだよな。聖徳会は否定し、確認してねえんだよな。繰り返しますが、確認してねえんだよな。確認してねえ。どうやって、あ、言ってませんでしたってことで言えるんだよ。お前よ、公務員だぞ。おい、公務員じゃねえのか。おい、地方公務員じゃねえのか。質問が2点。地方公務員じゃねえのか。すいません。答えろよ。今、失礼いたします。おいおい、待てよ。